こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は氷剣の死神新ガチャ性能解説、はい、FF 霊式ガチャがやってまいりました。ということでね、今回はこちらの解説していきたいんですが、ちょっと遅れてしまいましたね。当日になってしまったんですけど、昨日はねちょっとバタバタしてて、でその中でまあすでに動画もアップしてるんですが、キングダムハーツのね公式イベントが4月にあって、それの特別招待枠として、まあ、参加というかねイベントに行かせていただくことができるようになったので、ちょっとたどたどしすぎるなでっていうのもあるし、昨日コロナのねワクチン接種で今絶賛副反応でね熱が結構出てるんですよねっていうのもあって、昨日ちょっと夜だるすぎて撮れなかったんですが、はい、ということでちょっとお話ししていきたいなと思います。はい、で今回のクラサメについてですが、まあ、新キャラということで、これは結構昔からですね、まあ、原作 FF レシキはあんまりシリーズとしてはあまり人気のないシリーズになってくるので、そもそもクラサメって誰よって思ってる方も当然多いでしょうし、まあ一応その原作ファンからするとね、だいぶ人気なキャラなんですよ。主人公勢ではなく、実際のね、プレイヤーが操作するキャラクターではなく、一応、霊式の主人公たちが学生みたいな立場で、で、クラサメはその、まあ、先生だよね。簡単に言うとね。そう、主人公たちの、まあ、担当のね、先生みたいな感じの位置づけなんですよ。で、霊式っていうのは基本戦争するお話なので、そう、軍学校の先生という感じで、昔ね、若い頃、クラサメも、活躍していたと、戦場で。まあ、なので、こういったね、攻撃キャラ、アタッカータイプとして実装という流れなんですよ。で、その戦時中の中で、そのね、クラサメの、まあ、使うね、攻撃方法だったり、っていうところで異名がね、氷剣の死神という異名がついたっていう、確かそんな感じの設定だったと思うんだよね。はい、ということで、まあ、この氷剣の死神ね、クラサメ果たしてどんな性能なのかというところ、ただ FFRK レポートでまあ、想像していた通りではありましたね。動画で僕は確か魔法剣キャラか、まあ、氷属性の、ね、侍にどちらかになるんじゃないかなというお話をしましたが、よかった、いい方できた。これが侍だったらもうね、大体 FFRK の侍っていい性能与えられないんですよ。でも構えるっていうね、呪いがあるので、無駄なんですよね。構えるが今の時代に通じる敵キャラがいないので、構えるってそもそもカウンターするとか、そういった話になってくるから、カウンターできないっていうね、もうなんか FFRK のもう使用上の欠陥というか、になってしまっているところがあったんで、そう。もう、侍で来た時点で死産だなっていうところがあったんですけど、魔法剣でよかった、マジで。マジでよかった。で、ちょっと物理か魔法かで悩んだところがあったんですが、まあ、なんと、両方対応、ヴィンセントとかね、エッジとか、あの辺のタイプ、サンクレッドとかね、あの辺のタイプと同じような形になりました。自身のステータスの種別、高い方を参照して、まあ、物理タイプか、魔法タイプか、切り替わるタイプだね。になってくれたので、まあ汎用性高いね。でしかも闇属性ついたね。闇属性はちょっと名前的にさ、氷剣の死神だから、まあそのなんだろうな、違和感というか、別に名前から多分取ったんだろうなっていう気はするんだけど、別に原作でなんか仲間を裏切るとかそういった描写は一切ないキャラなので、普通にねいい先生というか、まあ、うん、いい先生だと思うので、うん、別にそういった描写一切ないから、まあ、これは FRK の運営さんの、まあ、そういう思惑でしょ。できるだけ汎用性を持たせてあげることによって、いろんなところで使えるよ、強いぜっていうところを一心にアピールしたかったんでしょう。まあ、新キャラだからね、ちょっと本格的にガチでやってる方とかね、もう、ね、このガチャ新キャラっていう時点でちょっともういいや引かないって人がね、その時点でいたりするので、なんでかって言ったら、この新しいガチャである程度装備を揃えないとクラサメが使い物にならないから。例えばね、極端な話、11連だけしました。まあ、今回召喚スタンプで11連すればチェインは必ず手に入るんですけど、そのチェインプラスなんだろうな、例えば覚醒が出ましたってなるよね、クラサメのね。でフェスも控えてるから11連しかできないっていう、ね、中途半端な引きをしてしまった場合、その覚醒とチェインだけで今後クラサメは戦っていかないといけないわけですよ。
で、まあご存知の通りね、まあ今回入ってる8とか、それから、9とかについてはドリセレにもシンクロとかが入ってるキャラなので、別にその辺は気にする必要ないんで、ここで例えば、まあ新容疑一つだけ出ましたって言っても、あ、じゃあシンクロと組み合わせて使えればいいな、みたいな、に話になってくる。まあ仮にね、ないんだったら新しい覚醒出ましたってなったら、既存のね、ドリセネのシンクロとか、そういったものと組み合わせて使えばいいなって話になってくるんだけど、クラサメの場合はそういうのないから。うん。まあ、ドリセネに追加されるのも、まあ、相当先の話になってしまうの。半年以上先になってしまうので、まあ、そういったことまで踏まえると、今回のガチャ、クラサメをね、引こうと思ったら、ある程度の装備を、出てくるまで、ガチャを引き続けなきゃいけないっていうことになってくるので、割と覚悟がいる内容になってます。それを踏まえてちょっと線の解説していきたいなと思うんですが、まあ一応今回もアシェラとか、それからレイブスとかと同じように、ちょっと召喚スタンプがクラサメ用に優しくはなってます。まあどういったことっていうか、まあ先ほど言った通りの話ですが、11連目でまずは星6のね、チェインが確定します。これクラサメのやつだね。クラサメチェインが1個もらえて、プラス55連で、クラサメの星6ピックアップ装備。これがまあ選べるとはまあ言うものの、実質星6戦技と覚醒しか選択肢はない。で、55連もすれば、だいたい星6戦技と覚醒出るぜっていう。これ33連ぐらいでもいいと思うんだけどね。これちょっといやらしいよね。これ33連でよくねって思うんだけどね。外れ枠だから、なんせこの星6枠は。なので、うん、まあそういうことなんですよ。だいたい出るよね、55連もすれば。はい。で、あとね、あとはもういつも通りだね、10回目だね、ガチャ10回目でピックアップ装備 A、それから15回でピックアップ装備 B ということになってくるので、まあ、これを踏まえて引くかどうか。あと、まあ、闇属性、氷属性で、実質まあ4属性対応ということになるから、ね、氷物理、氷魔法、闇物理、闇魔法。まあ、一応、霊式のシリーズキャラでもあるから、まあ、シリーズダンジョンも属性と捉えるんであれば、まあ、5属性まで対応できる、まあ、汎用性の高いキャラになるので、まあ、この辺をね、皆さんどう思うかどうかっていうところ。で、一応、アビリティに関しては、その魔法剣と黒魔法っていうことになっているので、これ、この書き方だと暗黒アビリティ使えないんだね。闇属性だから暗黒アビリティ使えてもいいと思うんだけど、ね。で、黒魔法ってさ、闇属性って言っても、闇属性の黒魔法ってさ、ね。闇属性の魔法剣ってさ、ね。なんですよ。闇属性弱すぎんだよ。だから。やっぱメインは氷属性になってくる。まあ、あるいはもう専用アビリティ必須になっちゃってんだよね。闇属性運用するのであれば。まあ、レインズの生属性運用とちょっと似てるかな。レインズの生属性もほとんどね、まあ、基本黒魔法しか使えない子なので、アルテマとか専用アビしか使うしかないんだよね。レインズの生属性で使おうと思ったらね。多分そんな感じに似てるわ。クラサメの立ち位置ね。まあ別に全然闇属性でも使うためももちろん使うことはできるんですが、専用アビリティで必ず作らないといけないっていうので、ちょっと初心者的にはハードル高いかもしれないね。レコードボードまで解放しないといけないからね。はい。ということと、まあその他は実際の性能解説で見ていきましょう。はい。で、これちょっとね、おすすめアビリティ載ってんだけど、これちょっとギャグだなって思うんだけど、二刀魔法剣吹雪って書いてある。まあね、初心者の方でも一番最初にゲットできる星6魔法剣っていうと多分この二刀魔法剣吹雪だと思うんだけどね。うん、普通にレジェンドスフィアのところら辺で解放できるから、そうなんだよね、レジェンドダイブで解放できるから、まあ楽だとは思うんだけど、いい現環境で考えると激弱だよね。ギャグにしか見えないよねっていうところなので、まあ基本的にはもう専用アビリティ作ってくれって感じの設定になっちゃってるのは、まあ仕方ないところなのかな。はい。ということです。個人的にはもう専用アビリティが必須。中の必須って感じだね。で、右アビ、シンクロとか使って右アビ使いたい場合には何かしらね、まあ入れないといけないっていうことにも当然なってくるんだけどね。はい。で、そのクラサメさんの専用アビはというと、氷剣魔山。敵単体に自身のステータスで種別が変わる。自身このアビリティを発動した回数のうちで待機時間が短くなる。待機時間が長い6回連続の氷闇魔法攻撃。
ごと。で、最大3段階ということで。まあ、これに関しては、5回攻撃だと、やっぱ最近の環境ではちょっと弱めになっちゃうかなっていうところを考慮して、じゃあ、ね、待機時間が最初長いっていうデメリットを付与すれば、まあ、6回攻撃にしてもいいんじゃねっていうことだよね。つまりね。ということです。ただこれちょっと気をつけてほしいのがね、これ魔法剣なんですよね、種別が、カテゴリーが。魔法剣カテゴリーになっているので、例えば魔法運用、魔力を高くして魔法運用で使おうってなった場合には注意してね、これね。なんでかって、レコマテとかね、レコマテとかそういったところで、なんだろうな、このアビリティ、例えば黒魔法アビリティのダメージアップとかつけても、これ黒魔法種別じゃないからね、魔法剣種別になってしまうので、あくまでつけるレコマテは、まあ、専用アビリティ使う場合ね、シンクロアビリティの種別どうなってるかわかんないけど、多分魔法剣なんじゃないかな、とは思うけど、そういった場合には、魔法で使う場合には魔法剣アビリティのダメージアップ大とか、そういったレコマテを装備しないといけないっていうことだね。これは気をつけないといけないね。はい。ということで、まあ、今回の動画長くなりそうですが、ってもうすでに11分喋ってるけど、今回の30分以上超えてると思うので、適前飛ばして、適宜、適前って言ってしまった。適宜飛ばしながら、見てください。はい。ということで、まあ、お話ししていきましょう。まず、クラサメの D 角ね、覚醒氷霧、氷霧瞬斬。はい。これがステータスの種別に応じて内容変わってきます。物理攻撃が高い場合だとクリティカル率 50% アップで、魔力が高い場合だと魔力と魔防アップっていうことで、ツインエレメントモード、まあ、これが氷と、闇属性どちらかまとえるよというモード、それから色体長 D 覚醒モードということで、この色体長覚醒モードって 何かなっていうと、氷属性、闇属性アビリティ使用時にもう2回放つアビリティブースト、セットした氷、闇アビリティの待機時間短縮ということで、これシンクロアビは反応してくれないのでね、注意だね。普通に自分で持ってる専用アビリティとかにしか反応しません。そしてモード2だね、デュアルシフトしてモード2だと何ができるかっていうと、まあ1回きりだね、1回きりのバフ、緊急通達。ただし、このモード2で追撃を出してもモード1に戻ってくれるんで D 角が解除されることはありません。強いタイプだね。で、この緊急通達の内容、一定時間敵単体の氷闇属性耐性を2段階ダウン、自身の ATB ゲージ蓄積時間を1回なし、待機時間1ターンなしということで、これは相当強いと思う、強い部類だと思う。うん、デバフができるっていうところは結構偉いよね。最近のね、まあ本当バハムートね、霊式とかの状況を見ると、本当にバフデバフがひどすぎるっていう内容だったので、まあ今後のバハムート霊式もまあそういったことになってくるでしょう。で、氷弱点のバハムート霊式も確実に結構ひどいと思うんだよね。バフが、氷バフがね、かなりひどい感じになると思うので、ラグナとかいるからね、そういったシリーズになっちゃってるからかなりひどいと思われるので、こういったものが少しでもあるとだいぶ戦闘しやすくなるんじゃないかなというところ。それからまあ ATB と待機時間なしっていうことになるから、このまんまね、例えば、まあ D 角になりました、一発アビリティ打っても打たなくてもいいけど、自分のタイミングでいいと思うけど、デュアルシフトして緊急通達して、でその後次間髪入れずシンクロ打つとかね、まあ、そういったこともできます。まあ、あるいは、もちろん新奥義打ったっていいんだけど、新奥義の2段階目打ちますっていう使い方でも全然いいと思うし、まあ、それ立ち回り次第ですけど、まあ、何にしてもデュアルシフトのおかげで2回連続行動が可能になると、デバフしつつね、まあ、そういったこともあるから、まあ D 角見れば結構強 D 角の部類に入ってくるんじゃないかなとは思います。で、まあ D 角っていうとやっぱりシンクロと組み合わせて使うっていうのが割と多めだったりするので、シンクロの性能じゃあどうなんだよっていうところになってきます。それが、アイシクルゼロ、これだね。これまた、物理攻撃と魔法攻撃で、これはステータスの種別に関係なく味方全体の攻撃と魔力、防御力をアップっていう効果になってます。これ味方全体っていうところがポイントだね、自身じゃなくて。うん、一応これフルバフでもないから注意ね。これフルバフだと思って使うと違うからね。うん、あくまで攻撃魔力防御ということになっているんで、魔防は入っていませんのでね。はい。で、一体何ができる？敵単体の自身のステータス種別が変わる。発動するたびに攻撃回数が変わる。4、6、8回の氷属性、闇属性、物理攻撃、魔法攻撃、
プラス自身の氷闇アビリのダメージ一旦アップ中。これは強いと思う。割と。普通のキャラっていうと、まあこのね、攻撃するために攻撃回数増えていく。最大8回のやつって、まあ結構あったりするけど、この8回攻撃プラスダメージアップ中がくっついてるやつって結構珍しいタイプなんだよね。うん。まあこれはやっぱ新キャラだから優遇されてんだろうなっていう気はします。ただこれそもそものやっぱ8回攻撃っていうところでアビバイレス自体は一発あたりのダメージ低いので、ちょっと強式割りたいなっていう場面だと火力が伸び悩むかもしれないね。特に破竜とか強式派とかね、ダメージ2万以上与えないとぶっ壊せませんよっていう場面であると、ちょっとこれは壊すの苦労するかもしれない。まあそのための多分シンクロアビになってるのかもしれないけど、シンクロアビ2に関しては、まあ、1と対照的にですね、攻撃回数が低いんだよね。自身のステータスで種別が変わる、使用するたびに威力が上がる4回連続の物理攻撃。最大2段階って書いてあるので、これが、ちょっとこれ、本当文面だけだから、実際のところわかんないけど、他のキャラでもいたりするんだよね。意図的に攻撃回数低くする代わりに、その1発あたりのアビ倍率が高めに設定されてるやつ。ノクティスの、雷シンクロとか、あと誰だっけ、シンクか、あと物理ヘビーとかのね、制限アビリティで3回攻撃みたいな、そんなんあったと思うんだけど、多分そういう系だと思うんだよね、多分ね、わかんないけど、そんな感じはする。うん。で、使用するたびに威力が上がるって書いてあるから、こっちは一発あたりの火力伸びやすいんじゃないかなと思うんだけど、プラスで自身のこのアビリティを2回発動するたびに一定時間敵単体の氷闇耐性1段階ダウン。っていうことになってます。で、これが、2回発動って書いてあるから、例えばね、まあ、クラサメのレジェンドマデリアまだわかんないけど、まあ、多分中確率追撃と中確率待機時間短縮でしょう、おそらく。だと思う。あ、でもあれか、中確率デバフの可能性もあるな。なんか、アビリティで攻撃時、多分中確率追撃と中確率デバフかな。そんな感じがしてきたわ。まあまあ、それはいいとして、で、まあ、中確率、追撃が仮に出たとしたら2回発動の条件満たしてくれるので、ね、2回使用じゃないからね、使用と発動違うからね、このゲームだとね、発動なので、うん、っていうことで、まあ一旦で確実に1段階落としてくれる可能性もあるわけだ。プラス、まあ覚醒と併用、まああるいは D 核と併用すれば毎ターン確定デバフができるようになるということだね。だから一応使い方にとかね、戦況に応じて、まあこの右アビと左アビを使い分けるっていうこともできる。うん、敵が柔らかければシンクロアビ1連打でね、8回攻撃とこのダメージアップ中を生かしてとことんぶん殴っていくみたいな立ち回りでも全然いいと思うし、このちょっと自分のパーティーの中でね、デバッファーがいないと属性デバフしたいなっていう場面、まあ、あるいはバハムート霊式戦ね、今後想定されるバハムート霊式戦でバフをされたタイミングでもう他のキャラとね一緒にデバフに、まあ、この1、2ターンを専念するために右アビ連打していくよみたいな、そんな感じの動き方もできるし、うん、まあ強いと思う、このシンクロ自体は。特別な ATB 蓄積時間短縮とか待機時間なしとかそういったものはないもののですね、まあ味方全体の火力を補佐しつつ、まあ敵が柔らかいタイミングにおいてはこのシンクロアビ1使ってまあ殴っていく、火力を出していくってこともできると思うので、まあ強いと思う。うん、まあぶっ壊れかと言えば別にそういうわけじゃないけどね、ぶっ壊れではないけど強い部類かなっていう感じはします。で、 D 角とももちろん相性いいしね。うん、まあ単純に左アビであればチェイン稼ぎもうなんて言ったってね、30回攻撃なんでこれ 8×3 の1000アビが乗っかってくるわけだからね、 30発の攻撃になるし、で右アビ使えば確定でまあデバフができると。で、追撃のエジマテさえ発動すればもしかしたらワンチャンね、一旦で2段階デバフできるかもしれない。しかも一定時間だからね、短時間じゃないから、一定時間デバフは結構ね、強力なので、まあ、そういったところも含めて、まあ、強いんじゃないかなと。ただ最低限、この、クラサメのこのガチャ狙いに行くとしたら、D 角とシンクロだけは取っておきたいね。これは、間違いなく。そう、シンクロだけとかでも、ちょっときついかなって、バウムドレシキとかね。クリダンとかかなりちょっときついが、もう一声って感じになってしまうと思うので、そう、まあその辺と、そうだね。で、あと覚醒のお話になりますが、まあ新奥義はまあいつも通りなのでこの辺は別にいいよね。
新容疑はまあともかく覚醒、試験標準覚醒はねなんかすげえ普通すげえ普通なんだよね。何ができるかっていうと、まあ先ほどの D 角と同じ式体長覚醒モードプラス氷闇アビリティのダメージアップ中、待機時間2ターンなし。まあ普通すげえ普通だね。特に話すことがないぐらい普通なので、まあっていう感じだね55連で確実に出るやつだねっていう感じだ。まあ、ただクラサメ自体が装備かなり少ないキャラなので、ね、まとい手段としても覚醒は持っててもいいんじゃないかなっていう感じもあるしね。まあ D 角とシンクロが最低限あればという感じがするけど、仮にガチャ運が悪くてね、その、まあ、D 角なりシンクロどちらか出ませんでしたっていう場合に関しては、こちらがね覚醒については、まあ、代替用の必殺技になってくれるのかなっていう感じだね。まあ、あくまで代替技って感じかな。はい。それからクラサメ星6戦技氷魔解放、ツインエレメントモードプラス自身の必殺ゲージ1貯めるということで、まあこれまた最近流行りのやつだね。まあクラサメ自体は技少なくて本当にまとい手段少ないので、こういったところも持っていると持ってて損はないのかなというところです。はい。でそれから第1弾には入ってないというか、まあ11連すれば確実に手に入るんですけど、星6チェインの内容ね、このタイミングでなんでクラサメにあえて星7チェインじゃなくて星6チェインを実装してきたんだろうってお話になってくるんだけど、ちょっと仕様が今までのチェインと違うんだよね。クラサメ独自のものになってて、まあこういったものも嬉しいというかありだと思うんですよ。やっぱりいろんなキャラがチェイン持ってていいと思うし、みんなね誰も彼も同じチェイン持っててもつまらないので、こういったものはあってもいいかなって。で内容はというと、星6チェインで待機時間なしで氷属性のリミットチェイン最大チェーン数150ね。その代わり味方全体の氷属性強化中、自身のステータスに応じて効果が変わる味方全体の攻撃魔力一定時間アップ大でっていうことだね。だから今までのチェインと全部じゃないか、ところどころ違う点があって、例えば待機なしのチェインね、星6チェインでも実装されてます。バンのね風属性のチェインだったり、テラの地属性のチェインとか、そういったものねあると思うんですけど、あれってリミットチェインの最大チェイン数が100なんですよね。 200% までしか伸びないっていう仕様があるんだけど、このクラサメの場合だと待機なしにもかかわらず最大チェイン数150までいくんですよ。その代わりこの属性強化ね、これが効果中に落とされてるっていうところ、他のチェインであれば氷属性強化大ラグナとかね、そういったキャラであれば大フランもそうか、フランとかも大になってると思うんだけど、なのでこの辺でちょっと火力の差はあるんですけど、ただどちらかっていうとね、氷属性強化中に落とされてるものの最大チェーン数が100から150になってるから、これがいわゆるもう 1.5 倍というか 50% の差があるわけだよね、単純にダメージの差で言うとね。で一方この味方全体の氷属性強化中って多分 1.3 倍だと思うんだけど、で氷属性強化だと台だと 1.5 倍なわけでしょ。 20% の差しかないんだよねここって。ならこっちの方が強いよね。総火力としては多分こっちの方が出ると思うんだよ。まあその他いろいろレコマテだったり、そのまあ属性強化とかそのまあもろもろで変わってくることはあると思うんだけど、普通に単純に考えるのであれば最大チェーン数150の方がこっちの方が強いよね。上位互換感があったりする。ただ一応そのあれだ、既存のね待機時間なしのチェーンでいうと属性強化2段階アップもくっついてんだよね一応ね。なのであれの分も考えると、まあ単純に言うとあれ 1.2 倍だから 20% 分は変わってくるからね。そこまで考えると、まあ差し引き 50%50% になるじゃんみたいな話になってくると思うんですけどね。まあなんとも言えないところだね。これもまた実際に使ってみないとどっちが火力高いかってことにならないと思う。まあ火力自体はそんな変わんないか。でまあ変わってるところで言うと、ステータス種別に応じてバフが違うっていうところ、これも多分チェインとしては初めてだと思う。でまあこれが自身のステータスになってるから、クラサメの攻撃力が高いときは攻撃大になるしね、魔力が高いときは魔力アップ大になるっていうことだね。はい。なんでクラサメに持たせる装備とは気をつけていかないといけないよっていうことです。はい。これヴィンセントもこういうタイプだとありがたかったりする。ちょっと使い勝手変わんのかな。でもね、そのバフありきで調整してる方とかもいると思うんでね、
こういうヴィンセントとかエッジとか、まあ、エッジはないか、エッジは楽だけど、ヴィンセント、特にヴィンセントか、まああいったタイプに関してはね、ちょっと攻撃と魔力どっちに傾けるかってシビアなケースがあったりするんで、うん、ちょっと注意点は多いね。はい、そんな感じです。やばい、もう25分喋ってあとはもう、あとはもうさっぱりいくか。あとはさっぱりいきましょう。次がね、8の D 格になります。8は正直ほとんど喋ることないっていうのも、 D 格自体は別に大して強くないんですよ。なんでかっていうと、もうシンクロがぶっ壊れてるキャラなので、今回も復刻しておりますし、この間のドリセレのおすすめ動画でもね、解説した通りではあるんですけど、そのこれね、アーデンと似たようなタイプで、まあ、アーデンだと自分で任意に、ね、発動することはできないんですが、自身の HP 少なくなると自身の HP 回復、自身の ATB 蓄積時間が3回なし、待機時間3ターンなしっていうね、まあ、ぶっ壊れ型なんですよ、簡単に言うとね。ジタンとかパパリモとかそういったキャラと、全くではない。あれ はシンクロ発動した瞬間、こっちは任意で自分のタイミングで打てるっていう違いがあったりするんだけど、まあなのでぶっ壊れなんですよ。で、簡単に言うと、もうこのシンクロがある時点で D 覚醒がどんな内容であろうとぶっ壊れなんですよ。もう確定だって、連続3回行動できながら、ね、D 覚とシンクロ合わせて確定4回攻撃ですね。3回連続、4回連続か、厳密には4回連続行動できるっていう時点でぶっ壊れでしょ。ということで、もう8の、シンクロ持ってる方は無条件で D 格狙いに行って間違いないわけですよ。それだけ。うん。で、一応まあちょっと言うと、モード2でね、これが一応効果内容としては、攻撃するたびにかな、これ。違うな、モード2終了時に追撃だ。自身の氷属性ダメージ一旦アップ、待機時間一旦なしということなので、まあこの後ね、新容疑打ってねっていう、ケフカと同じタイプかな。ケフカのモード2と一緒だね、多分ね。はい、ということなので、まあこれ打つ必要はないと思うわ。あのシンクロあるんだったら、モード1でひたすら殴ってた方が絶対強いよね。うん、だってこれってほら、自分の好きなタイミングで打てないじゃん。これ5ターン目以降はもうモード2に変身でき、デュアルシフトできなくなっちゃうから、これ使うタイミングないと思うんだよな、普通に考えると。どのタイミングで使うのっていう、シンクロをまあ持ってること前提のお話すればね、うん、になっちゃうと思うんだけど、まあしかも今回のガチャ新容疑入ってないしこのガチャで初めて8を入手した方はモード2を使う場面は多分ないと思う、一生ないと思う、新容疑とかゲットしない限りは。まあ LBOF とか使うとかあんのかな、もしんないけどね。まあ LBOF 自体は防御無視だから、そこまでそのバフもらわなくても簡単にカウントしちゃうからね。うん、っていうとこです。はい、それからまあ7の D 格は復刻してますので、ここは省略で、8の氷属性のね LB チェーンも実装されております。まあ持ってて損はないでしょうという感じですが、うん、なんてたって8はね、もう氷属性物理界では最強キャラだから、これ揺るがない。もうスコールとかラグナとかいるけど、8の方が強い。うん、単純な物理アタッカーとして見ればね、強いので、もう最強キャラがこの LB チェーン持ってるっていうだけで、まあ使いどころ多いでしょう。今後もうだって8の D 格とシンクロ持ってる方であれば、もう8をスタメンから外すことってないと思うんだよね。よっぽどのことがない限り、氷属性パーティーであれば外すことないと思うので、もうサービス終了まで多分外すことないと思うので、それを考えると、まあ持ってて損はないよねっていう感じ。まああくまで D 格ありきというか、まあその他の装備が揃ってることはありきだけどね、で考えれる感じだね。で、おまけで、まあ LB チェーン手に入れば強いよねっていう感じかな。はい、それから、まあ最後のキャラとしてないんだね、 D 格覚醒ぶっ込み隊長ということで、こちらがね、まあ、ついに9にも明確な役割ができたかなって。今までのシンクロとか覚醒がちょっと立ち位置としては微妙な感じだったんですけど、 D 覚においてこのね、この D 常識勝負モード2のやつ、これがね強いね。味方の霊式シリーズの生存人数が3人以下の場合、一定時間味方全体のクリ率 100%、一旦味方全体の隆起アビリティ終時にもう1回放つ。で、霊式キャラが4人以上だった場合には全属性耐性3段階ダウンが付属されるということになっているので、これ属性ダンジョンにおいてもクリティカル率のバッファーとして使えるし、
まあ、あるいは竜騎士パーティーのでね、あの火力の底上げもできる。でかつ霊式だった場合には全属性耐性付属してくるから味方全体の火力もさらに底上げすることができるっていうことで非常に強いね。なんかもう結構クリ率 100% 簡単に付与できるキャラ増えてきたよね。この間のアーバインしかり、なんか一発系シーフもそうだし、こういったもの増えてきたね。まあ今までそのアーバインもまあこの9にしてもね、結構不遇な時代が長かったから、まあ、こういったこともあって今いいと思うんだけど、まあ明確な役割できたね。風属性パーティーにおいてもまあクリティカルバッファーとして使えるし、霊式パーティーにおいても物理編成の場合にはまあ9をね、筆頭にクリーズ付与して殴っていくみたいなこともできるから、まあ名前がね覚醒ぶっ込み隊長っていう名前の通りのいいやつもらったんじゃないかなっていう気がします。霊式パーティーだと確かにあのクリ率欲しいなって思うことあったからね、ハリウとかやっててもね。なんでこれは結構ありがたいなって思うな。物理キャラ多いしね、霊式もね、うん、ということも考えてまあいいものもらったんじゃないかなと思いますが、まあ今回はあくまでメインはクラサメドまあ8なのかなっていう感じはします。はい。であとはまあもう一つ9は覚醒2つ目かな、覚醒2つ目が実装されてます、シュートランサーで。これはね、まあ、正直そこまで特筆事項はないんだけど、フルバフができるっていうぐらいかな。で、一応霊式キャラが3人以下の場合だと、これ魔力アップじゃないんだよね。攻撃、精神、防御、魔防アップってちょっとあまりないタイプのバフがつくだよね。まあ本当おまけ感強いけど、これだったら純粋に全属性耐性ダウン、3段階ダウンとかの方が良かった気がするけど、まあ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 。4人以上の場合だと攻撃魔力、防御、魔防アップってことでフルバフになるんだよね。なんで、まあこれはもう本当フルバフ目的で使うような覚醒になってるから、うん、シリーズ運用する際に、この覚醒があればいいんじゃん。なんか使いやすいんじゃないかなって感じ。ちょっと今言葉がすげえ詰まったわ。時々この長々喋ってたあるんだよね。はい。ということで、まとめいきたいと思います。長々と、喋ってきましたが、今回のガチャについては、氷キャラが薄い人にとってはかなりチャンス。ね、一応復刻枠として、セブンの D 学まで入ってるから、僕は、それなりになんか苦労して手に入れた記憶があるような、ね、セブンの D 学まで復刻してるから、エイト、クラサメ、ね、セブン。で、霊式パーティーにおいても氷属性編成でいけたりするし、まあ、あるいはもちろんね、クラサメとセブンで魔法パー、クラサメとエイトで物理パーティーっていうこともできるから。うん。まあそんな感じで結構ね、氷キャラが薄い方にとってはいいガチャになってる。今回、あの月末にフェスがやってきますけど、フェスでもこれ以上の氷ガチャって入ってこないと思うので、間違いなく。前回の、あのフェスがね、年末のフェスが氷ガチャだったからね、スコール、ラグナー、リノアとかね、そういったのはあったんで、もうこれ以上のもの入ってこないでしょうということで、まあ多分ね、近々というか近い将来あると思うんですよね。クリダンのね、氷弱点の風属性バハムード霊式あると思うんで、まあ、それに備えて引いておくっていうのもまああるんじゃないかなということですね。ただし8であればシンクロとかがドリセルに入ってて D 覚醒さえ引ければもう正直いいんですよ。あとドリセルでシンクロ取ればいいだけの話だから。ただし、クラサメが新キャラである以上ですね、最低限の装備をここで揃えないと、まあ運用ができない。そもそも、覚醒だけ覚醒とチェインだけじゃ、最近の高難度かなり厳しいよ。で、属性まと1回しかできないわけだから、覚醒、超絶とかもないしね。っていうことになってくるので、うん、リスクは結構高いよね。ね、なので、フェス前ですけど、石をね、それなりに使える方じゃないと、ちょっと怖いかなっていうところがある。で、9に関してはシリーズ物理か。もしくは、竜騎士パーティー組みたい人向けっていうことになってくるので、まあそんな感じじゃない。竜騎士パーティーも全員揃ってれば、リチャードとかね、まあそういったルーネスとかそういったキャラもみんな揃ってれば、ファングとか、そういったキャラ揃ってれば結構強めになるんじゃないかなっていう気もするんで、まあ、うん。まあなかなか竜騎士パーティー組んでる人いないと思うけど、はい。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。